どうも、ジョジョです。どうも、ジョジョです。というわけで、エンディング募集、皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。なんと応募250件ほどありました。おー、すごいですね。予想以上の、予想以上すぎた。しかも、これ出したのが多分2月1日とか2日ぐらい、期限が24日までっていう、だから大体3週間の間だったんですけど、その間に250件も、いやー、ほんとすごいね、応募があったということで、まずね、そちらにはね、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。なんか中にはなんかテスト期間やのに、テスト勉強を犠牲にしてまで作った、なんて子もちらほらいたような、いなかったような、そういうね、いや本当になんか声もあってね。はい、というわけで、はい、まあ、早速、はい、このあまたのエンディング早速じゃあ見ていきましょうか。見ていきましょう。はいはい、というわけで、うん、Nothing is my next。 で、1個目からじゃあ見ていきたいと思います。はい、どうぞ。そういうことね。初めの空白で、お、すげえ、お、すごっ。え、この時点ですごくね。すごい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 。あー、すごいだね、みんな。おお、そこそこに抜けていく感じ。はいはい、なるほど。でもすごい、いや、1個目にして始球式、クオリティ始球式にしてはめちゃめちゃいい。いや、素晴らしい。あ、BGM ないわ。なるほどね。富士山ふる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 すぎ。あー、そういうことか、変化した。なるほど、確かに。なるほど、びっくりしたよ。びっくりしたよ、今の。何か一言。いや、そういうことね。はいはいはい、なるほど。ちょっとエベレスト山脈みたいな、あの意図をちょっと教えてほしいかな。この背景、これ登山家チャンネルみたいな。しかも、いつの、どうしたん、どうしたん、急に。おお、でも色合い、お、すごい、うまっ、うまっ、すごいすごいすごい。え、これ結構うまくない？めちゃめちゃうまい、めちゃめちゃうまい。うわ、この出し方上手。しかもこの、本当好きよ。いや、本当でも、ね、俺ちょっと、俺これ好きやわ。これうまい、普通にうまくなかった、今の。いや、まあまあ、俺もできるけど。どこで対抗してんねん、お前。あ、出てきた。じゃあ、雪にのこれ、パクリじゃないか、これ。これ、雪にのパクリじゃない、これ。これ、雪にの笛じゃないよって、これ。で、これ、雪に。すごい、すごい、すごい。ポン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 ってなってる。すごい、あったかみのある。で、ちょっと雪にに絶対似てるやで、これ、でも。一緒やん。もう、だって、それ、一緒やん、完全に匂わせる。完全に一緒やん、これ。お前の、俺が書いた、お前、俺の、お前の鼻をね。何これ、逆に、何これ、何これ、お、すげえすげえすげえ、これ結構すごい、え、これ結構すごくない、すごい、物理エンジン使ってるやん、これ。え、すごい、これ、どうやってやったん、どうやってやったん、これ。お、すごい、お、すげえ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 、これ結構すごい。いや、でもフォントめっちゃ良くない、後ろ、後ろ、後ろのな。うわ、うわ、かっこいい、これ、これ、これサスケやん。そう、そう、いや、レベル高いな。いや、みんな、もう YouTuber やった方がいいんちゃう？レベル高いわ、マジで。こんなんできる人さ。正直、これ、応募かけたとき、ゴミみたいな作品しか揃わんかったらどうしようっていう。まあ、正直、そのなんかやっぱ、みんな初心者やから、カットぐらいかなと思ったけど、文字動かせるんや、みんな。なんか、初期装備で文字動かせるみたいな、なんなんだろう。これ、謎の技術。すごすぎ。え？違う曲。あ、曲違う、曲離れるんだよ。曲違うパターンあれ。花伝エモいな。あ、おい、おい、おい、炎上系やってもうてるやん、これ、お前。曲なんやねん、これ、ほんま。もう一回見ていい？理解できんかった、理解できんかった。お前、イラストやっちゃうやん。しかも、おすすめ動画もうこれだけなんや。おすすめはこれだけなんや。これがめっちゃ好きなんやね。これめっちゃ好きなんや、この子。こんないい曲やのに。いや、ほんま、伊沢。いや、これ読み取りたい、読み取りたい。結構昔の写真、昔の写真やし。この曲何、この無駄に壮大なやつ。あ、黒板ね。おー、いいですね、この発想ね。はいはい、面白い。うわ、すごい、すごい、これいいな、これいい、これいいな、すごい、すごいわ、これいいわ、すごいすごいすごい、これすごいわ、これちょっとめっちゃ好きかも、俺。
いやいやいや、さっきこいつ見たぞ俺。こいつ見たな、これこいついたぞ、さっきこの顔俺見たくないもん俺。この顔俺ちょっと自分で自分を受け入れられへんから、ちょっとほんま嫌やわ。これだってお前だって35ぐらい俺も35ぐらいだってこいつほんまになんかだらしなさそうやもんこいつ。うわ、かわいい。さっきの人の似てんのなんか、うん、わ、すごいわ。あ、いや、かわいすぎんか、これかわいすぎん。これとか、この画像普通に欲しいんだ。この画像使って、この画像ちょっとちょうだい。お、お、そういう感じ。おお、すごい動きまくってる。おリフティングしてる。お、すごい。これさっきと同じ子じゃん。ほんまほんまほんまよ、さっきと同じ子や。だって、お、すごい、これいいわ。すごい、これちょっとときめいちゃった。ごめん、結構俺一目惚れしたかもしれん、これかなり。もうイエスやん、これほんま。いや、あー、すごい、うまい、これうまいわ。かわいい、かわいい、かわいい、ときめいた今。お、ひっくり返った。すごい、これすごいわ。いや、これめっちゃすごいわ。すげーのされた今。いいなと思ったのが、左向いてるやん、鼻を。で、こっちになるよな。そうそう、こうなるもんな。こっち向くやん。わかるわかる。これめっちゃいい、やっぱ。わかる。これめっちゃいい、正直。たぶんトイストーリーみたい。なんか、うんみたいな感じ。おもちゃみたいな。いや、すごい。まず前提みんないいんよね。いや、前提いい。でも、前提いい。その中でスパイスが効いてビビってくるか来ないかで、多分今ちょっと判定、かなりレベル高い判定をしてるからよ、今。すごい、これやばすぎ。なんか米津玄師っぽい感じが。哲也かわいい。肩幅これさ、ネタと思っていいかな、これ。これネタと思っていい、ネタと思っていいから、これネタと思っていい気がしてもらうけど、めっちゃ面白い。これめっちゃおもろいわ。だってこの顔見て。これ多分、いや、しかも俺がこうやし、さすがに。俺、もうなんか、もうだってめっちゃちっちゃいもん。お、すごい、すごい、かっこいい。すごい。IT って感じ。確かに。おお、何が来る。お、鼻を。鼻を。お、電源は鼻。おお、すげえ。あ、これ、これ、かわいい。これ、いいな。おしっこマンさん、見てみましょう。おしっこマンさん見てみましょう。でもみんな真面目やね、でも。真面目。おぉ、すげえ。おしっこマンと思えない作画。これでおしっこマンなの？電眼かっこいい。しかも電眼っぽいし、ちゃんと。うん、すごい。この画像ちょうだい。お、すごっ。すごっ。すごい。これ、何これ。何？どうなってんの、これ。映像レベル、これはすごい。わからない。なんか謎の技術なんやけど、これ。これちょっとやれててできるやつ。いや、絶対無理や。てか、あれだって編集じゃないもん、あれって。ええやん、あれだって。多分そうやな。おぉ、すごっ。すごい。かっこいい。おぉ。お、すごい、なんか新しい、新しかった今の 3D になってる。今日で採用までいけへんのちゃう。いや、説あるな、これ。今日で採用までいけへん説あるな、これ。おー、すごっ。うわー、すごい、すごい、すごい、うわー、かっこいい。これはすごい、めっちゃこう、いいわ、これ。おー、地球に来たと。おー、で、2B コンティニュー。あ、で、ちょっと地球、あー、いいね。ヒカキンさんみたいな顔みんなこの土下座し、この顔だ。ちょっと待って、ちょっと待って、俺こんな顔してないって、絶対俺絶対しばきて、この顔。まあまあまあ、そう。いや、でもすごいな、作画ってすごいな、やっぱすごいわ。これちょっとね、土下座みたいな。お、綺麗。お、綺麗。かわいい。すごい。
めっちゃセンスあるやん。え、待って、すごいすごい。なにこれ、これなにこれ、具材の効果だよ、もしかしてこれ。これセンスありすぎひん、これ。だってこの便箋管で繋がってる感じもね。いや、これすごいハニカム構造やもん、ちゃんと。で、下打ちしてもったんだけど下打ちしてもったね、これ。で、ちょっとこの本当のね、サイズとかもね、変えることね。しかもこのチョーク感とかもすごい、すごくね、これ。すごいすごいすごい。え、どうやって作ったか、どうやって作ったか教えて。ビデオ通話してくれへん、俺と。教えてほしいわ、どうやって作ったか。で、鼻おでんがとホエイは、繋がってますよってアピール。で、それは。いや、すごい、うわぁこれは、これこんなやつが日本にいたのはこんなやつが日本にいたのか。これさ、うわぁ選ばなあかん作品多すぎへん、ちょっと。俺は決めてよ、うわぁ。いや、無理ちゃう。これ無理ちゃう、やっぱり。無理だ、これ。いや、無理ちゃう、やっぱり。というわけで、はい、今日から使っていくエンディングは、これだ。